As to Pyeongchang Winter Olympic Games held early in 2018 in South Korea, the national government of South Korea has deleted Japan and her land from their official map of participants' map of the world, together with the construction of a monument in suspicion as their. シンリック・モニメント・韓国政府発行の平昌オリンピック公式ホームページの中から日本列島が削除されていました。日本政府は9月27日に正式に遺憾の荷を表しました。 と同時にもう一つ考えなければならないのがあの公式モニュメント生命の木ということになりますあの公式モニュメントの生命の木は本当に生命の木なのでしょうか広瀬林浜松市ジャパン According to Wikipedia English, it writes about Tree of Life as follows The concept of a tree of life is a widespread mytheme myth or archetype in the world's mythologies, related to the concept of sacred tree more generally, and hence in religious and philosophical tradition. The Expression Tree of Life was used as a metaphor for the phylogenetic tree of common descent in the evolutionary sense in a famous passage by Charles Darwin. The tree of knowledge connecting to heaven and the underworld, and the tree of life connecting all forms of creation, are both forms of the World Tree are Cosmic Tree According to the Encyclopedia Britannica And are portrayed in various religions and philosophies As the same tree 生命の木は旧約聖書の創世記二章六節以降に出てくる木のことですエデンの園の中央に 植えられれてていいた木と言われています命の木とも言われています。生命の木の実を食べると神に等しき永遠の命を得るとされています。カバラではセフィロトの木とも言われています。ヤーウェ・エロヒムつまりエールの複数形、日本語では主のある神と訳されていますが、 アダムとエヴァをエデンの園から追放した理由は知恵の木の実を食べた人間が生命の木の実までも食べて永遠の命を得唯一絶対の神である自身の地位が脅かされると神が恐れたためとされていますユダヤの伝承では知恵の木の実と 生命の木の実を共に食べると神に等しき存在になるとされていました2018年に韓国のピョンチャンで冬季オリンピックが開催されることになっています そのシンプリックなモニュメントが発表されましたこれがそのモニュメントです題して Tree of Life 公式のモニュメントですがその Tree of Life は私林宏がかねてより持っていたコンセプトとは 全く異質のものでした命の木というよりは木の子のような感じがします古今東西の生命の木と比較してみます 1847年に描かれた絵だそうですそして17世紀に描かれた絵だそうですが次の絵がですねウィキピーディア百科事典によれば最も一般的な「命の木」のモチーフだそうです古来よりエジプトでも「命の木」は表現されていましたニムルードに残る レリーフですユダヤの命の木ですそして中国でも命の木が表現されています三聖体遺跡からこのような命の木が発掘されていますペルシャ絨毯にもその模様としてよく使われていますそしてスウェーデンでも このような命の木が表現されていました。もちろん、カバラでも命の木が使われていました。つまり、このような形で命の木は最も神聖な木として世界中で古今東西広くモチーフとして 使わわれてきたというわけですもちろん現代アートの世界でも生命の木はモチーフとして広く使われています、まあ、基本的には生命の木というのは今ご覧になっているような形で表現されているということですねそうした現代アートにおける 生命の木と比較してみても、まあ、今回の韓国の東京オリンピックのいわゆるモニュメントはですね、どこか率直に言えば、遺失ということになるのではないでしょうか。 その生命の木はつまり命の木はこの日本にもありました現存する生命の木あるいは命の木の中では世界最古の生命の木命の木ということになりますその生命の木があの奈良の法隆寺に残っていました 韓国の皆さんお先に失礼いたしました。続く動画をどうかご覧になってください。bye for now。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about sorin, or a sort of a decoration. Usually, you can see at the top of a pagoda here in Japan. You see one of them at the top of a pagoda in Horyuji Temple, Nara, Japan. As a sorin, I, Hiroshi Hayashi, would like to say that. It is the oldest tree of life that exists in the world now, or you may say it is the oldest Christmas tree in the world. As to the concept of the tree of life, Wikipedia writes as follows: The concept of a tree of life has been used in biology, religion, philosophy, and mythology. A tree of life is a common motif in various world theologies, mythologies, and philosophies. It alludes to the interconnection of all life on our planet and serves as a metaphor for a common descent in the evolutionary sense. The term "tree of life" may also be used as a synonym for sacred tree. 現存する世界最古のクリスマスツリーは、実は法隆寺にありました。法隆寺の五重の塔のてっぺんにある草林と呼ばれる飾り物がそれです。が、この日本では、それはスチューパをかたどったものだということになっています。スチューパというのは、もともとブッダがダビにふさえた際に残されたブッシャリを収めた塚を言います。塔場とも言われています。 そのフチューパに形が似ているから、そのように考えられています。が本当にそうでしょうか今日はその謎に迫,迫ってみますが、聖徳太子が建立した法隆寺に、そもそも塔場などあるはずもないのです。その説明もこの動画の中でしますが、法隆寺の五重の塔の草林は、フチューパなるものをかたどったものではなく、バビロニア、メソポタミアにレリーフとして残る生命の木です。 生命の木そのものです。つまり、双林の支えとなっている円形の枠を、その形がフチューパに似ているから、フチューパと誤解しているということになります。が、それだけではありません。その生命の木が、クリスマスで祝うクリスマスツリーの原型になっていることを忘れてはいけません。クリスマスツリーです。今では、キリスト降誕祭、つまり、 クリスマスにはなくてはならない飾り物ということになっていますが、元はといえばバビロニア、メソポタミアの神々の生命の木でした。それがゾラスター教、ミトラ教へと引き継がれ、それがキリスト教へとつながっているということです。そのこともこの動画の中で説明しますが、それはさておき、そうなるとバビロニア、メソポタミアに残るレリーフを除いて、現存するクリスマスツリーの中で、 法隆寺の五重の塔の装林が世界最古のものであるということになります。わかりますか世界最古のクリスマスツリーは皆さん、この日本にあるのですよ。それが法隆寺の五重の塔のてっぺんを飾っている装林ということになります。では、画像を見ながら説明します。皆さんを法隆寺へ案内します。法隆寺です。 そして、五、え、重、ー、の塔です。この五重の塔のてっぺんに、草林と呼ばれる、言うなれば、飾り物があります。これがその草林です。で、法隆寺でも、まあ、学校でもですね、この草林は、フチューパーをかたどったものだと説明しています。右が、生命の木です。メソポタミアのレリーフに残る、えー、生命の木です。 で、双林の、まあ、検証をしてみます。これが法隆寺五重塔に残る草林です。右がメソプタミアのレディーフに残る、まあ、生命の木ですね。この双方を、まず簡単に見比べてみてください。枝のようなものがですね、くるんと下側へ曲がり込んでいるところまで同じなんですよ。 中深くご覧ください。ここが今日のポイントということになります。なあち、左の法隆寺の草林は、右のメソポタミアの生命の木と大変よく似ているということですね。となりますと、この丸い円形のものは何かですけども、私は支柱と判断しました。いわゆる、まあ、支えですね。 で、その支えをとってみますと、こういう形になりますが、それはそのままメソポタミアの生命の木と同じになります。上にいるのはこれマフダ・アフラマザーではなくて、メソポタミアではエンゼルと呼ばれていました。これが生命の木ですね。天使ですね。まあ、あの、先ほどのはね。で、これが、まあ、生命の木。左が法隆寺の五重塔に残る草林です。 中部かご覧ください。この下側へぐるっと回り込んで、そしてこの束ねてありますね。この束ねることにも宗教的な意味があるんですよ。いわゆる魂を束ねるという意味からね。まあそれはいいんですけども、みんなですね、成田山の、まあ、あります、い、え、わ、ー、我るも生命の木ということになりますね。もう生命の木と断言していいと思います。で、これが、左がメソプタミア、右が法領寺の五重塔です。そして、 中心を見ますと、やはりこうなってますか、束ねてあるっていうことですよね、えー。束ねてあり、そして、その、縦棒がですね、縦の棒というか茎って言います。なんて言ったらいいのかなそれがやっぱりこう三本になっているところも同じだということです。左が生命の木です。右が法隆寺、五重塔に残る草林です。比較してみてください。 皆さん自身の目で比較なさることが重要かと思います。いかがですかで、同じものがですね、実は荒野山にもありました。これは根本大頭の隣の寺にあったものですけどもね、あの、このてっぺんを見ていただきたいと思います。ここにもやはり同じような生命の木が、あをかたどった草林がありました。 右が成田山です。まあ、青道ですよね。で、中央に法隆寺の五重の塔の草輪を置いてみます。みんな同じだということに皆さんお気づきになると思います。で、問題はなぜ同じかということですよね。なぜみんな生命の木をかたどった草輪を、まあ、塔のですね、えー、てっぺんに乗せているかということですよね。 それにはですね、まあ、神々の歴史を簡単に振り返ってみる必要があると思います。では、簡単に神々の歴史をおさらいしてみたいと思います。まあ、アフラマズダ、あるいは、まあ、天使だったかもしれません。で、それを、まあ、アフラマズダを信仰して、信仰してですね、ザラストラがドラスター教を起こし、その流れの中からミトラ教が生まれます。そして、ミトライコール聖徳大使です。 その証明もいたしました。で、聖徳太子は法隆寺、それから五重塔を建立します。そのてっぺんに草輪を乗せます。そして、ミトラ教は未霊となりますね。密教です。未、密教というのは未霊のあて字です。タシルルンポへ現状三蔵が行って、そして密教を長安に持ち帰ります。その長安へ空海が行って修行し、密教を日本へ持ち帰ります。そして、今後無事を開きます。 これが根本帯道です。そして、塔を見ていただくとわかりますように、上が成田山の西蘭道です。同じですね。こういう流れの中から、えー、生命の木が日本へ伝わったというふうに考えられます。あれ逆だったかもしれませんよ。それがまたね、あの、こうした古代の謎の面白いところですよ。そして、聖徳太子はミトラ棒を被っています。 ま、これはあの、聖徳太子の像は、これ後にできた、まあ、像図ですけどもね、えー、同じようなコンセプトでみんな描かれています。そして、その流れ、左に行ったね、ギリシャ彫刻では、ゼウスがサンダーボルトを持つ。それが、チベットでは、バジュラになり、そしてゴコションになり、空海の庭へと渡ります。このような流れの中から、ナイタさん、それから今後、無事、それから、いわゆる、まあ、ゴジウの塔、法隆寺とつながっていくわけです。 これで皆さん分かっていただけましたね。なぜ、これあの、まあ、3箇所にですね、えー、生命の木をかたどった、いわゆる、まあ、なんて言いますか、草林があるかという、えー、ことになります。で、ちょっと話はそれますけども、まあ、クリスマスツリーですね。いわゆる生命の木です。これが生命の木ですね。そして、えー、これはメソプタミアのレ、えー、リ,リーフです。tree of イ life です。 中央に tree of life が飾られています。何かの真珠をしているように見えますね。いわゆる永遠の命を授かる、まあ、木ということになります。そしてこれが、えぇ、ー、草林ですね。比較してみてください。ここにこのような形で置いてみますと、まあ、しっくりと収まると言いますか、同じということですよね。要するに。なぜその五重の塔に、あ法領寺の五重の塔に草林があるかといえば、 ミトライコール聖徳大使だからです。 で、ミトラと仏教の関係を考えてみたいと、ミトラ教とですね、ブッダの関係を考えてみたいと思います。12月25日、ミトラは母アニヒータの下で、主女解体で馬屋で生まれます。そこへ3人のマギがやってきて、ミトラを祝福します。これが3人のマギです。3人のマギというのは、ペルセポルスに住んでいたカンブジア、ストダナゴータマ、それにダリウスです。 これが、この三人がミトロの誕生に駆けつけて、えー、ミトロの誕生を祝います。こうした、まあ、名前がついてますけど、これは、まあ、後でキリスト教徒がつけた名前です。で、三人のこの眉毛を見ていただきたいんですけども、皆同じフリジア帽をかぶっていますね。そしてトルコのマントを身につけています。となりますと、二番目は、ストダのゴータマ、すなわち、私たちがブッダと呼んでいる知っタルダるゴータマのお父さんということになります。 これがサントアポリナーレ寺院ですけどもね、ここにその世界最古の三人のマギのモザイク画が残っています。で、この三人のマギが、キリスト教徒側の方ではですね、イエスの誕生の時にやってきた三人の賢者、三人の博士、あるいは三人のマギと説明されています。しかし、マギというのは固有名詞ですから、キリストの誕生に間に合うはずがないんですよね。 三人その、三番目のダリウスがですね、えー、中央の人のゴータマを倒して、倉についたのは紀元前522年ですからね。ですから、どんなに頑張ってって、まあ、あえまあ、キリストの誕生には間に合ってか、先に、先の人ですからね、ダリウスはね。まあ、これはみんな、まあ、偽の名前だということを説明しています。これはまあ、トルコのケープを身につけている。 ということですよね。ですから、あーここで、まあ、仏教、ブッダ、ブッダのお父さんがここにいたということになりますと、仏教とミトラ教の接点が生まれるわけです。なあち、ブッダのお父さん、なあち、ストダナゴータマがミトラの誕生に駆けつけているということですね。な、まあち、上下の位から言えばミトラの方が上だということです。ですから、ミトラの化身である聖徳太子がですね、ブッダを祀るはずはないわけです。 祀るとしたらザラス,ストラドルになるわけですけどもね、ミトラ。もしくはザ、ザラストラってことになりますよね、ミトラの上、超異心はザラストラですから。で、まあ、この、サンタクロースもですね、フリジア帽を被っていることに注意してください。これはセリキムラさんが教えてくださいました。で、ダリウスの話もちょっとしておきたいと思います。まあ、ダメ押しということになりますけど、これ3番目にのがダリウスです。 えーまあ、ダリウス、ペルセポリスに残る碑文によればですね、えー、カンブジャーがエジプトに行っている間にストダーゴータマが位を奪った、奪ったと。で、ゴーダスたちを位置づけて、ダリウスがストダーゴータマを追い出します。そしてそのストダーゴータマは息子のですね、セッダー・ルタ・ゴータマすなわち、シッダー・ルタ・ゴータマすなわち、私たちがブッダと呼んでいる、えー、シッダー・ルタ・ゴータマを連れて、ネパールへと、ネパールの現在のルビニあたりへと逃げていったと考えられます。 カンブジアはそのままね、まっすぐルート1に沿って、えー、プレハビーへ行ったものと考えられます。ともかくも3番目にいるのが、これがダリウスです。ですからダリウスが紀元前522年、あるいは520年にですね、4月1日に、クライに着いたときには、もう、カンブジア、それからスダナゴータマは、ペルセポルスにはいなかったということになります。ですから3人が、マギ、これ3人をマギって、3人のマギって言うんですけどもね、こういう名詞、3人のマギが、 やる、まあ、ミトラの誕生に駆けつけた時には、まだこの三人は仲が良かったということを表しています。が、その後、ダリウスは二人の前の王を追い出して、自らがグレイト、いわゆる、まあ、ダリウス大王として、ペリステポルスの、まあ、王として君臨します。ダリウス一世ですね。そしてこうして比較してみますと、正確に、えー、サンタポルナレの壁画はですね、ダリウスを表現していることがわかります。 これがダリウス、ザ・グレイトです。そして一番前ののがカンブジアです。そして二番目が人だらごゴータマスの味、ブッダのお父さんですよね。ブッダのお父さんです。そしてこの、この像はですね、ブッダ像、苦行中のブッダになってますけど、私は人だのゴータマだと思います。その証拠にですね、台座のところにゾラスター教の真人の模様がこのように彫り込まれています。中央で火を焚いてますね。そしてまあ、上半身、剥き出した、まあ、 南天仏教の独特の衣を着て、えー、僧たちが何やら、まあ、儀式をしています。この儀式というのは、まさに、ゾラスター教の神事であるということです。まあ、ともかくも、二番目にいるのがストダナゴータマになります。その息子がセッダルタゴータマということになります。ここでは一応、まあ、シッダルタゴータマというふうに表現しておきました。苦行中のブッダという名前になってますからね。まあ、それだけではありませんね。まあ、こうして精査していきますと、いろんなことがわかります。右がミトラ。 像ですね。皆さんご存知のミトラ像です。そしてトルコのケープ、トルキッシュケープを身につけています。襟巻きも特徴がありますね。そして模様も一緒なんですね。これ面白いですね。まあ、偶然の一致っていうことなんでしょうかね、模様というか。あの、ミトラの模様も同じのはあります。ごめんなさい。それからこれが、左が、あの、まあ、三人の賢者がやってきたということになってますけど、となると三人の賢者というのは三人の前に、すなわちペルスポリスからやってきたスターゲイザーということになります。 今このトルコのケープと比較していただいています。どう考えてもこの左の人は、ミトラ、ミトラまあミトラ、今日のシンボルであるフリジア帽をを被っているとなりますと、キリストの生誕の時にですね、キリストのもとに駆けつけるはずがないわけです。 なわち、まあ、その後ですね、キリスト教は徹底的にミトラ教を弾圧しますからね、ポーズも同じですよね。ここに注意してください。姿勢も同じということです。なわち、この三人はミトラ教の、まあ、いわゆるまあ、あミトラとうゾラスター教の流れを組む、まあ、信者である。なわち、カンブジア、それからストダナゴータマ、それから三番目、一番左がダリウスということになります。 そして、ストダルゴータマがダリウスに追われる形で、息子のシンターアルタゴータマ、すなわちセッターアルタゴータマですね、宇宙の解放者、宇宙の真理の解放者という名前だそうですけども、連れて現在のネパールのルンビニあたりへ逃げていきました。そしてそこで仏教を起こします。 私は父親のセッダー・ルタ・ゴー・タマと、ストダナ・ゴー・タマとですね、シッダ・ガルタ・ゴー・タマ二人で仏教を起こ,起こしたと考えています。さあ、皆さんどうですかこの中央の総輪はストーパーに見えますかそれとも生命の木に見えますかそれは皆さんの判断に任せます。まあ、これをストーパーという方がおかしいということです。なあち、聖徳太子がですね、えー いわゆる、まあ、ブッダの像、某、像、まあ、りをですね、五重の塔の頭に置くはずがないわけですね。上位。いわゆる、まあ、ミトラの、ミトラの方が上位ですからね。で、もう一回結論を出しますと、これが、まあ、生命の木をまあ、いろいろという形でモチーフとなって表現されています。ここにも描かれてますね。 この生命の木というのが、あの、旧約聖書のアダムとイブのた、まあ、食べ、食べなかったって言いますかね。知恵の木は食べるんですけどもね。木の実は食べるんですけども、生命の木の実は食べないで、アダム、エデンを追放されます。そして、エデンの東へと、まあ、行くわけですね。これがもう、生命の木。すなわち、私たちが現在、クリスマスツリーと呼んでいるその木ということになります。が、この木は,元々は、もともとは、生命の木であるってことになっていくわけです。 で、ここに星がありますね。クリスマスツーリーには、古来より、頂点に星を置きます。なぜち、これはキリスト教の神の表しているわけではないって一つの証拠になるわけですね。ベートーベンも大工の中でですね、えー いわゆるまあ星空の彼方に、星空の奏でっていう形で、えー、いわゆる神々を叩いています。ここに言う星空の彼方星っていうのは、これはミトラ教の言い方であって、キリスト教の言い方でありません。すなわち、えー、まあもっと、もっと言えばですね、公共曲第9番は、プロメイス参加の歌ということになります。まあ、ともかくも、 五重の塔の、まあ、てっぺんにあるこの総林はですね、まあ、現存する、形として現存する、まあ、クリスマスツリーの中では、世界最古の、世界最古のクリスマスツリーということになります。まあ、いかがですかですから私たちこの日本にですね、世界最古の、まあ、クリスマスツリーが現存しているということになります。まあ、続くビデオは、聖徳太子の謎に迫ったものです。どうかご覧ください。バイ。 Hello, this is Hiroshaya Shi Atago Japan.Mystery of Soul i n Decoration of the Bagoda in 法隆寺 Temple. 法隆寺五重塔の総輪の謎。えー、今日法隆寺へ行ってきました。先ほど帰ってきました。で、総輪の写真が手に入りませんでしたので法隆寺へ行って写真を撮ってきました。 この、まあ、上部にあるのが、これが僧林って言われるものですね。で、この僧林について、まあ、法隆寺の、まあ、<laughs> まあ、そこにいらっしゃいました僧侶の方にですねこ、あれは何ですかって聞きましたら、あれはスチューパをかたどったものだと。スチューパっていうのは、まあ、あの、左のようなものをスチューパっていうんですね。 で、はぁ、あ、そうですかということをだったんですけども、えー、アタグさんが、リンは生命の木、tree of life であると主張なさっていらっしゃいます。まあ、どちらが正しいかということですよね。で、比較してみることにしました。と言いますか、えー、写真が手に入りましたので、皆さんに紹介いたします。検証、まあ、旅行をしてきました。で、 法隆寺へ、まあ今日は寒かったですね。え、途中、前原の辺りには雪が積もっていました。えー、まあ、肌を切るような風の冷たさを感じました。で、まあ、あの、参拝者もほとんどいなくてですね、えー、まあ、こうした静かな法隆寺を散策することができました。 で、これがその総林なんですね。で、比較してみます。これ、まあ、あの、なんて言いますか、これ、あの、左が、えー、法隆寺五重の塔の総林です。で、右の方が生命の木ですね。Tree of Life です。で、この形を見ていただき いますかね、作り方のコンセプトですね。棒がぐるっと伸びてぐにゃっと曲がってる。特にここに注意していただきたいんです。あの先あの、反対の,この右の方でぐるっと中、内側へ曲がってますねで。このコンセプトが全く同じだということが、の今回今、今日言っていまして、わかりました、えー。皆さん自身の目でご確認ください。 まあここまで一致してますと違うという方が無理ですね。はい。ということが確認できました。ただし本数がですね、えー、法隆寺の五重塔はあ一方が 6, 6, 6で中心にもう一本あるわけですね。で、Tree of Life の方、これはあのあのレリーフの一枚ですけども、まあ、このレリーフに関して言えば2本多いわけですよね。ということで数が6、7で まあ、合いませんでした、まあ、それを除けばですね、ま,あ、まさに五重、えー、の塔の法総輪はですね、えー、アフラマズダー、そしてエンディル、エンキですね、ごめんなさい、エンキの、エンキがあの人間をあの改造したわけですからね、命をかい改造して、そしてその、えー、遺伝子操作をして人間を改造したわけですね。ですからあの、それがあの、 ミトラの流れ、ギリシャ彫刻の流れと繋がっていくわけです。まあ、結論から言いますと、まあ、今日検証旅行に行きまして、えー、これはまさに Tree of Life だということなんですね、えー。これは間違いないですね。と言いますか、なぜじゃあ Tree of Life が法隆寺の総理になっているか言うまでもなく、 聖徳太子が、えー、ミトラだったからですね。あるいは大変ミト,ラのなミトラ教の中でも重要な人物であったからですね。まあ、これがアフラマズダもしくはゾラザラストラと言われてますけども、太陽の神ですねで。ミトラがそこから生まれて、それがギリシャ彫刻からガンダーラ、ガンダーラから中寺のハンカシーゾーイとつながっていくわけです、えー。聖徳太子がそこにいますね。 で、聖徳太子が、えー、法隆寺を建立し、五重塔を建てて、その上にですね、草林、まあ、頂上と言いますかね、五重の塔のてっぺんにですね、いわゆるその生命の木をかた,かたどった草林をつけたところで、何ら不思議はないということですね。それとも、えー、あなたはですね、 のの住職の方がおっしゃいいいまますすすよううにここれはスチューバだと思いますかということ思かなんですね続くビデオどうかご覧ください。Thank you very much. b y e h e l l o This is Atago, tube store in Hiroshihayashi, j a p a n t i v e o Life in Japan.Gas m a s t e r p i e c e s e の木 日本神々の芸術愛宕さんが大変な発見をなさいましたそれをここに紹介できることを大変光栄に思いますまず簡単に愛宕さんの説を説明させていただきます左がバブルノリアシュメールに伝わる生命の木ですそしてその生命の木と日本の五重の塔の先端につけられている 草林とコンセプトが同じだと言われるんですね。で、精査してみましたが、同じです。この草林についていろいろな説がありますが、まあ、結論先に言えば、よくわからないっていうことになっていますね。いろんな説があります。で、これが、あバビロニアのあレリーフですけども、生命の木です。右が法隆寺の ソーです。数、形、同じですね。もう疑いようがないですね。ということを後で詳しく述べます。が、しかし私は実はですね、今日午後、チューブストアさんから送っていただきました、このブローチについて調べていました。このブローチがですね、私が持っている、といいますか、森本さとしさんから送っていただきました資料のものよりもね、で、でものもよりもはるかに詳しく聖地なんですね。 で、もう一度比べてみますと、上がノルウェー、下がデンマークで見つかったブローチです。このノルウェーで見つかったブローチは明らかに UFO 型をしています。で、今回、キューブスターさんから送っていただきましたブローチがこのブローチです。そして、デンマークで見つかったブローチです。デンマークというのはもともとこうした銀細工が盛んなところです。10世紀頃作られました。 えっと、デンマークの方はね、左の方は現在メトロポリタン美術館にあるそうですけども、年代はわかりませんが、ほぼ同時期だと思います。そして、4つのリムに黄色い線を重ね、そして、まあ5つの突起物が中央を含めてあるわけですけども、これを比べてみますと、全く同じなんですね。全く同じなんです。ということは、これらのブローチは芸術作品として、 いわゆるその作った人のね、芸術性、創造性に基づいて作られたものではなくて、きちんとしたコンセプト、きちんとした数式、きちんとしたまあ形式にのっとって作られたものだということがわかります。ただ一箇所だけこの四角い部分が、左は三つの穴、右が四つの穴ないてことになっていますので、ここだけが矛盾しています。が、ともかくも同じものだと。 同じコンセプトで作られたものだということがこれでわかります。すなわち、それだけ重要な意味を持っているということなんですね。上がノルウェーで見つかった UFO 型ブローチです。下がチューブスターさんが送ってくださったブローチを横から見たところですね。そしてここに窓らしきものがあるということで私は UFO と関連付けて今まで考えてきました。が、しかしそれ以上の意味があったんですね。それが今回チューブスターさんが新しいのを送ってくださったことで はっきりしました。UFO 型であると同時に、実は、このブローチにはさらに大きな謎が隠されていました。一番上がデンマーク、ノルウェー、そして真ん中がメトロポリタン、現在メトロポリタン美術館に所蔵されています。で、左が私が絵にしたブローチですね。真ん中の一番下を絵にしました。そして右が、えー、スウェーデン、ゴッツランドで見つかったブローチです。UFO のナイフと思われます。 こうして並べてみますと、これらのブローチは、まあ、あの、よ、5つのブローチはですね、それぞれ関連性を持っていると思われます。で、tree of life, 生命の木。日本ではほとんど馴染みがありませんけれども、西欧では生命の木というのは、まあ、ごく自然な、まあ、信仰の対象となっています。で、こうして線で繋ぎますと、形が浮かび上がってきます。で、これを立てて、そして、生命の木を置いてみますと、 やはりと重なるんですね。驚きました。右が生命の木です。tree of life です。命の木です。そして左が今回見つかったブローチです。リムの形、穴の形がしっかりわかりますから、こうして線を引くことができました。キューブスターさんどうもありがとうございました。そして比べてみますと、中心部でやや幅が広くなっていますけども、基本的な構図は同じです。ナッチ このブローチは生命の木を表しているということが分かりました。ただ単なる模様ではなかったんですね。ですから、このタイプのブローチはきちんとコンセプトを守りながら作られているということになります。生命の木というのはまさに人間の起源に、まあ、元を置くといいますか。人間の起源を示す木なんですね。人間が延期によって改造された時から、 こうした木があったというふうに考えています。これが tree of life ですね。で、生命の木そのものが現在に今も、まあ、半ば信仰的な対象として扱われています。これはまあ、まあ、一種の生命の木の模型図ということになりますね。これがバビロニアです。 上に、えー、アフラマズダがいますね。で、こうして人間は創造されたということなんですね。いわゆる遺伝子操作によって作られました。そしてそれが世界中に広がり、そして現在の今至るまで世界中で生命の木を、まあ、進行している人がいて、そして守っている人たちがいるわけですね。これらはすべて tree of life と言われている まあなんて言いますか、シンボルのまあ模様ですね。まあ日本ではほとんど知られていませんけれども、あのしかしまあ生命の切りで調べますとヒットします。ここなんですね。これを見たときに驚きました。倉田さんがほぼ同時期に。 情報を送ってくださいました。2015年1月2日のことです。では、アタゴさんの新発見を皆さんに紹介いたします。これも日本の考古学をひっくり返すような新発見です。左が生命の木、そして右が草林です。もう一度、アタゴさんの情報をお読みください。あ2015年の間違いです。 2014になってますけど2015の間違いですそこで調べてみましたが一致しました右が法隆寺の総林ですその上の方を見てください ちょっと影に隠れてますけども、数、形、一致してますね。さらに、拡大しています。間違いありませんね。皆さんご自身でご確認ください。そして、左が薬師寺の草林です。これはバビロニアに残っている生命の木、tree of life です。ぐにゃぐにゃっと曲がっているところ。 そして先のところで、花のように分かれているところ。もう間違いありませんね。で、私は同時にバイキングの謎も、バ,バイキングバックルの謎も解けました。なぜこのような伝えの、伝のようなネク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 したその模様があるかということをずっと疑問に思っていました。みんなバイキングバックルです。バイキングバックルは、これは隠れキリシタンのための、いわゆる三尾一体の十字架を表すと同時に、 なんと、生命の木を表していたんですね。さらに、あトムさんはこうおっしゃっております。起源は生命の木で、日本の可能性も出てきました。大賛成です。日本のは古くて、そして、聖地にできているということを皆さん、記憶に留めてください。日本が起源の可能性が大きくなってきました。ということで、568号を送ります。どうかご覧になってください。 アダムさん、チューブサーさん、大発見です。本当に嬉しかったです。と同時にありがとうございました。心からお礼を申し上げます。アダムさん、ありがとうございました。Hello、this is h i r o s h i h a y a s h i h a m a m a c e d i Japan, November the 30th, 2013.Here in this、uh, video, I would like to the answer To the of the Vikings. バ,イバイキングのバックルの謎解決編このビデオは前3作に続く 4, 4, 4番目の,あのビデオです。皆さんはこれが何だと思いますか考古学者の先生たちはこれをバックルと教えております。どうしてこれがバックルなんですか いわゆるめ具だというわけですねではその答えをこれは何であるかその答えをお教えしますその前に、えー、当,当時ですねカール大帝は、まあ、10世紀にあのバイキングたちはキリスト教に改宗する前するのですけどもそれ以前はですね、えー、キリスト教とカール大帝はキリストあのバイキングとは戦ってたわけです。バイキングはあの 世界に侵略するになったのはそれが原因だとも言われております。これは日本の隠れキリシタンのーマークです。セクレッジクリスチャン、クライストですね。で、こう仏像の裏にこう十字を彫り込んだり、っていうことをしてたわけです。まあそれくらい命がけであったということを皆さん前もってご存知ください。 知っておいてください。もう見つかったら貼り付け、処刑、殺されますからね。この事情はバイキングにとっても同じだったんです。キリスト教はどん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 浸透していったんですね。で、キリスト教徒たちはバイキングの中にあってもですね、隠れて信仰していたわけであります。で、ここでその前に一つ知識ですけども、賛美って、トリニティの意味ですね。トリニティとは何かというと、父、子、そして精霊の コッテのキリストなんですね。それ、これがあのトリニティのシンボルマークです。これは現在でも使われております。絵の中に3つの輪が1つになっているということですね。このシンボルマーク、よく覚えておいてくださいね。まあ、これはの正式の The Trinity シンボルマークです。三味一体という意味ですね。で、この模様とですね、あの先ほどの見せましたバックルですね。まあ一応バックルとしておきますけども、この模様と似てるんですよね。 巧みに隠してあります。それはその通りです。命がけですから。見つかったら殺されるんですからね、皆さん。いいですかそして、この中に十字というものをいっぱい隠したわけであります。これは日本でも同じようなことをやったわけですね。まあ、ざっと数えても13個ありました。えー、13プラス1が2ありますが、あの、ダブってるというかあの、ちょっと怪しげなのがあります。そして、このマークを見てください。逆さまにしますと、まさに三位一体のマークなんですね。 つつの丸そそしててれれぞれがつながなっているとこれはあの現在三密一体をまあももああ合わせ持った十字架です。ホーリークロストですね三密一体を表している十字架です。まあ、あのただの十字架というよりも三密一体をこう融合させた十字架というのもあるわけですね。これなんかそうですね。三位一体、まさに三密一体をあの一つにした十字架なんです。 で、このマークとぐるっと円を描いてますでしょ。で、その間にこのなんて言いますかあの複雑な模様が描き込んであるわけです。で、この複雑な模様の中に三密体のシンボルマークを探すことは容易なことではありません。言い換えますと命がけですからね、皆さん。見つかったら殺されるんですよ。ですから、彼らはバックルとして、まあ、隠し持ったの可能性は高いです。しかし、しかこうして三十字架と、 あのバックルと比べてみますと、まさにバックルと言われているものがですね、三密体の十字架であることが分かります。上の方には横棒、縦棒もあります。ですから、まあ、今書きましたように、これは生命に関わる問題ですから、まあ、このクロスのあーバックルの中にクロスを見つけるのは容易なことではありません。しかしか、まあ これは間違いなく十字架だったんですね。カクリスクリタンの十字架でした。バイキングですよ。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching. Please enjoy number this following videos.Thank you very much for further information. Bye.